4月から始まった新生活も1ヶ月が経ちましたので、新しい生活や習慣に慣れてきた頃ではないでしょうか。そんな中、2024年最初の大型連休、ゴールデンウィークが始まっています。連休だからこそ楽しく過ごせるように、 アプリストアではゲームのセールが行われていますので、この機会に気になっていたタイトル、懐かしいタイトルを楽しんでいる人も多いかもしれませんね。しかし、自宅で楽しく過ごしている最中、嫌な影が視界を横切ることがあります。気温が上がり、 暖かくなると、私たち人間だけではなく、他の動物や昆虫も活発に活動し始めます。その影は、私たち人類が誕生するよりも前から地球上で活動している。そう言われている、多くの人が嫌う、テラテラした 黒くて素早い昆虫です。もう見かけるだけでパニックになって、退治するまで気休まらないですよね。だからこそ、どうするべきかスマホで検索する人もいるでしょう。検索すれば、害虫・害獣駆除の業者が表示されますので、 すぐに連絡を取ってしまいがちなんですけれども、それはちょっと待ってください。今、国民生活センターへ、害虫・害獣駆除の相談が急増してるんですよ。デジタルグッズを使って、日常を便利で快適に過ごせるように、何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。 そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はネット情報の危険性についてお話ししましょう。スマホで検索すると基本料金500円そう表示されていたので 外虫・外中駆除を依頼したものの、実際の請求額は高額だった。国民生活センターで、このような相談が増えています。大学への進学や、就職などで実家から出て、一人暮らしを始めたばかりの、10代から20代といった、 若い世代に被害が集中しているそうなんですよ。国民生活センターによれば、シロアリ駆除を除く害虫・害獣駆除サービスの相談が2018年の854件から2023年度は2290件へと年々増えて、 その中でも、10代から20代の相談者は、2018年の35件から、2023年度は、552件と16倍にも急増しているんですよ。年化が進んで、幼い頃に昆虫と触れ合う機会も少なくなって、 昆虫が苦手になってる人も増えてます。その影響もあってか、昆虫が表紙になってる学習ノートを店頭で見かけなくなりました。実家暮らしなら、両親に相談すれば解決していたことも、一人暮らしでは自分で解決するしかありません。そのために役立つのがスマホなんです。 SNS で検索したり、ウェブ検索すれば、外虫・外虫駆除サービスの業者が表示されます。しかも、24時間365日いつでも対応してくれる上に、料金が500円や700円など、1000円以下の低コスト。しかし、 実際に業者に来てもらうと、あれこれと不安を煽ることを言われて、高額な契約をさせられることもあるんです。もちろんね、すべての業者が悪質な業者だ。そんなことはないんですよ。ウェブ検索して表示される情報とか、SNS に投稿されてる情報は、 有益なものは多いんですよ。せやけども、その真偽を見極める力がなかったら、痛い目に遭ってしまうんです。誰もがスマホで、情報を簡単に得られるようになって便利になった。ということは、悪質な業者も、簡単に無知で騙されやすい人を、 効率的に発見できるようになったということなんです。だからこそ、基本料金を極端に安く表示してアピールしてることが多いんですよ。こんなもんね、冷静に考えたらわかることなんやけども、隣近所にある業者やったらいざ知らず、遠隔地から車で来る業者が、1000円以下で作業をやるっちゅうたら、 行って帰るだけで赤字ですわ。インターネットで有益な情報を得られる。それが当たり前になってる世代だからこそ、被害に遭ってしまう確率が高くなってるんです。そしてそれは、社会経験の少ない若い世代がターゲットになってるんです。無知な人ほど、 不安を煽られれば騙されやすくなってしまいますからね。インターネットでは誰もが手軽に簡単に情報を発信できます。そしてその情報が有益なものなのかどうかしっかりと見極める力をあなた自身が養わなければならないんですよ。 デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。YouTube Music では過去に配信した内容を再編集、再収録した音声を毎週水曜日に配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。